三重の仮紐を結んであります。垂れ先をこのように上に持ってきまして、はい、これも巻き畳から作ります。はい、これをこのようにこう畳みましたら、この肩の肩幅ではなくて体のこの幅をここで測ります。はい、そうしましたら三角にこう折りまして、この端5センチぐらいのところから、はい、このように折って中心を決めまして、はい、そこに向かって、はい、このようにひだを作ります。はい、この端5センチぐらいのところから、はい、このように、はい、こんなひだを作りましたら、ここ止めてあるところにゴムを1本したいと思います。はい、ここにゴムを1本しましたら、全部、はい、一度こう通しまして、はい、ここの下にこう3本のゴムをここに置きます。正面から数えた3本目だけを、はい、戻します。はい、そしてここに1本こう入れ込みます。はい、こちらは、はい、この下に2本のこうゴムがここに、はい、入っており、はい、この端ちょっと加減にして、はい、ここ、はい、右側裏も、はい、柄がついていますので、ここで、はい、少しこう丸めて端だけをここに通しますと、はい、こんな感じになります。端を上に上げて止めておきます。はい、そうしますと、はい、ここで右の方の裏を出しまして、この垂れ先の左の方を、はい、中心でちょっと押さえてから持っていきます。はい、この長さを測りまして、指1本分の、はい、2つの山ひだを作りまして、はい、ここで表から1本目にこれを通しまして、はい、肩山の位置に長さを測りまして、はい、ここ2つ目のこの輪の位置にこう指を入れまして、この輪を押さえて敷きます。はい、そうしますと、はい、ここ無理なくここが開きます。二端上に上げますと、はい、こんな感じになります。はい、際から、はい、ちょっと上に折ります。はい、こっちの方も、はい、折りますと、はい、このようにこう、はい、枕を通しまして、しっかりと、はい、背中に入れ込みます。で、結んでおきますと、はい、こんな風に下がる感じになります。はい、そこで、はい、この枕を押さえて手先引きますと、これで枕が背中に乗りますので、はい、そうしますと、はい、この先3等分に畳みますが、はい、こんな感じでここに入れ込みますので、はい、ゴムをこう引き出しまして、くして、下の方だけを長くします。はい、このように形をちょっと端を折って形をつけまして、
して、中心に一つのタックを取ります。帯締めを入れます。はい、そうしましたら、ここで帯幅の、はい、真ん中ここ2枚に折って枕の上に折り上げます。はい、帯幅の中心で、はい、この今さばようとしたところの輪の中にこう通しまして、はい、この中からくるくるこう輪の中にこう通して、はい、この中で収まるようにこう入れ込みまして、はい、ここまっすぐに降りるようにします。乗せるようにして。